アントニオロペスデサンタアナ、アントニオロペスデサンタアナ、ペレスデレブロン、アントニオロペスデサンタアンナ、ペレスデラボーロン、1794年2月21日から1876年6月21日は、メキシコの軍人、政治家、1833年から1855年までの間に11回、7回と数える意見もあるも、大統領に選ばれた。 有能な軍人だが、政治家としては、評価されていない。良くも悪くも、メキシコが生んだその時代を代表する英雄の一人で、ある。彼は、単に、サンターナあるいは、ロペス・デ・サンターナとして知られ、西半球のナポレオンと呼ばれ、メキシコの政治的指導者、将軍そして十一回大統領に就任し、独立感もないメキシコの政治と政府に、大きな影響を与えた。サンターナは、 メキシコ独立戦争を戦い、それを支援した。彼は最初のカウディー女ではなかったにもかかわらず、彼はカウディー女的政治家の草分けであった。彼はメキシコ独立後の様々な時期を通じて、騒乱の40年間にわたり、様々な時に将軍か大統領であった、同時に務めたこともあった。すなわち彼は11回断続的な状況で22年間に、 渡り大統領を務めた。彼は、メキシコの主要な港ベラクルスに、政治的農場基地を建設した。彼は、陸軍の英雄であった。すなわち彼は自身とその軍の栄光を追い求め、失脚するまで、それを再建した。勇敢で選手の気質に富んでいる一方で勘地に長けた、政治家。彼は、そのようにして、メキシコを支配したために、歴史家はその時代を、 サンタアナの時代と呼ぶ。しかしながら、歴史家はまた、彼は、もしかしたら、国政を誤った人々の住まうメキシコの黒いパンテオンの最初の居住者だと報告している。彼の中央集権主義者のレトリックと軍事的な失敗は、テキサス独立戦争始まりと1848年の米国戦争のメキシコ活動を招き、 当時のメキシコの領土の半分の消失という結果をもたらした。1794年2月21日ベラクルス州、ハラパのクリオーリョの家庭に生まれる。彼は名簿のあるスペインの植民者の家族の出身である。彼と彼の父アントニオ・ロペスでサンタ・アンナ・マンウェラ、ペレスでラボーロンはクリオーリョの中でも高い階級に属していた。彼の父は一時は、 ベラクルス州のサブデラゲイトを務めていた。サンターナの両親は裕福で彼を学校に行かせた。1810年の6月、16歳のサンターナは、フィホでベラクルーズ不評連帯に参加したいとの希望を両親に伝えた。両親は彼に家業の商売を知って欲しかった。16歳で軍人の道を選び、メキシコ独立戦争では、 副王軍機兵隊将校として独立派と戦い、頭角を表した。しかし、アグスティン・ゲイトルビデに従って1821年に敵に寝返り、1823年にはイトルビデ帝政の崩壊に一役買った。1810年のこの年は、ミゲルイダルゴがメキシコの最初の独立運動が始まった年であった。サンタアンナは指揮下のスペイン植民地軍に従軍した。アレドンドは、 サンタアナに反乱を起こした民族主義者の扱い方を教えた。1811年、サンルイスポート市州のアモラデラスのアレドンド軍曹の元での遠征時に彼は矢によってサワンと左手を負傷した。1813年、彼はテキサスデトに従軍し、そこで彼は勇敢さを見出された。彼は急速に昇進し、彼は1812年の2月には勝利。 その年の終わりには注意になっていた。反乱の後、若い兵士は、アレドンドの激しい反乱軍に対する大量処刑の方針を目撃した。翌年に、独立戦争は、膠着状態に陥った時サンダーナはベラクルス、近くに市民が避難できるための村を建設した。彼はまた賭博を楽しんだ。そのような悪壁は終生彼について回った。 1816年、サンタアナはカピタンに昇進した。彼は偶発的な先住民相当のため、あるいは騒乱が始まった後に、これを元に戻すの遠征の指揮をとった。スペインの領域は、北は今のオレゴン、南は今のパナマまで広がっていた。スペインの王権で統制するにはあまりに広すぎた。1821年、サンタアナは解放者。 エル・リー・ベールタドへの忠誠を宣言した。解放者とは、後のメキシコ皇帝、アグスティン・レイ・トゥルビデである。彼はこの年に、スペイン軍を重要な港湾都市ベラクルスから追い出した、ことで特段の勲行を挙げた。それに対し、トゥルビデは彼に、将軍の地位を与えた。彼は、自身の地位を利用して、搾取を行い。彼は、巨大農場を獲得し、 同時に賭けごとに興じた。サンターナはイトゥルビデの支援に関しては曖昧であった。イトゥルビデは決して人気があるわけでもなかったし、権力維持のための軍事力を必要としていた。サンターナのいつもの癖は裕福で、特権を持つ者と手を結ぶことであったが、彼のよくある心配ごとはどの戦いでも勝ち馬に乗ることであった。変説は、 決して彼にとって問題ではなかった。彼は自身に宣言した祖国は私を必要としない限り1822年、サンタアナはイトゥルビで打倒の計画を支援している軍閥のリーダーのキャンプに移った。同年12月、彼とグアダルーペビクトリア将軍は君主制を打倒し、メキシコを共和国に転換する笠又綱タ公領に署名した。 1823年5月、イトルビデの単位の後、ビクトリアはメキシコの初代大統領になった。彼らはサンターナの日和り主義的な性格を知っていながら、サンターナのイトルビデ打倒の役割はた指導者からの支援を得た。1824年、第二代メキシコ大統領のビセンテゲエロは、サンターナをユカタン州の知事に任命した。彼のイニシアチブで彼は、 キューバ侵攻の準備をした。キューバはスペインの統治下のままであったが、そのような冒険のための資金も十分な支援もどちらもなかった。1828年、サンタアナ、ビゼンテ・ゲゲロと他の政治家は選挙で選ばれた大統領のに対してクーデターを起こした。同年12月3日、軍は宮殿に発砲した。 果たして、選挙の結果は保護にされ、ゲレロが大統領に返り咲いた。1829年、スペインは、タンピコデに、600の兵力での侵攻で、メキシコ再征服の最後の試みをした。サンタアナは貨兵をもってに進軍し、スペイン軍を破った。スペイン軍の多くが大熱病で苦しんでいた。スペイン軍の敗北は、サンタアンナの人気を高めただけでなく、 新生メキシコ共和国の独立と結びつけられた。彼は英雄と言われた。それからというもの、彼は自身のことをタンピコの勝利者、祖国の救世主と豪語した。彼の主な自己演出は自身を西半球のナポレオンと呼ぶことであった。1829年12月、アナスタシオブスタマンテ副大統領がゲレロ大統領に反乱を起こし、彼を処刑し、 翌年1月1日には大統領になった。1832年に対する反乱が起きた。お大統領にするためにである。彼の1828年の選挙は反乱を正当と認めた。反乱はサンターナ将軍への命令を提供した。同年8月にブスタマンテは一時的にを任命した。彼は反乱に対して動き、これをガリネロで破った。 ドローレス・イダルゴ、グアナフアトとトップ・エブラからの軍は、サンターナの軍と合流するために進軍してきた。その時、サンターナは、プエブラに接近していた。二度以上にわたる、戦いの後ブスタマンテ、ペドラサと、サンターナは、ペドラサを大統領とする、サバレタ協定に署名した。ブスタマンテは亡命した。サンターナは新大統領に付き従い、1833年に、 首都に入場した。ペドラサ大統領は議会を招集し、1833年4月1日、議会はサンタアナを大統領に選んだ。サンタアナ大統領はオフク大統領に任命し、彼に国家の統治を大幅に委ねた。ファリアスは自由主義的な改革を実行し、軍とローマカトリック教会にほぼ対立した。ローマカトリック教会はメキシコの国境であった。 法的な義務としての十分の一税への廃止、教会財産と財源の没収のような改革は、メキシコの保守派の間に懸念を起こした。1834年、サンタアナは民兵の縮小を命じ、議会に物議を醸した法律レイデルコスを廃止することを示唆した。この法律の下で、多くの反対派が国外追放になってきた。 1834年5月24日に刊行されたは自由主義改革の廃止を呼びかけていた。6月12日、サンターナは議会を解散し、クエルナバカ公領を受け入れる決定を発表した。サンターナは新しいカトリック、中央集権、保守政府を組織し、1824年憲法を1835年として知られる。 憲法上の文書に変更した。サンターナは議会を解散し、権力を一元化した。政権を軍による独裁に戻した。変更に対して、いくつかの州は反対を公にした。コアウイライテハス州、サン、ルイスポトシ州、ケレタロ州、ドゥランゴ州、グアナフアト州、ミチュアカン州、ユカタン州、ハリスコ州、ヌエボレオン州、タマウリパス州、 サカテカス州の諸州である。これら州の中には独自の政府を持つ者いた。リオグランデ共和国、ユカタン共和国、そしてテキサス共和国がそれである。テキサスのみ、サンタアナを破り、独立を維持した。彼らの凄まじい抵抗は、サンタアナが破った敵に対して行う、報復措置によって煽られたかもしれない。ニューヨークポストは、社説で、と述べた。 サカテカス州の民兵は最大で最善の装備をしていた。フランシスコ・ガルシアに率いられ、合計753のイギリスのブラウンベースマスケット銃とベーカー61ライフルを装備していた。それにもかかわらず、1835年5月12日の戦闘の2時間後、サンタアナの作戦軍はサカテカス州民兵を破り、3000人近い捕虜を得た。 サンターナは自身の軍に48時間の略奪を許可した。サカテカス襲撃派後に彼は反乱の鎮圧のためにコアウイライテハス州に移動した。そこはアメリカ合衆国からの入植者の支援を受けていた。メキシコ中央政府に不満を示した他の州のようにコアウイライテハス州のテキサス軍は1835年の末に反乱を起こし、 1836年3月2日に独立を宣言した。サンターナは無慈悲な軍事力を見せつけてテキサスをメキシコの支配下に戻すために北へと遠征した。彼の遠征は兵力、市長、兵糧、戦略について彼が準備していた以上の問題を提起し無残な失敗に終わった。軍を設立し、組織し、装備させるために彼は しばしば裕福なものから私的な融通を強いていた。スペイン語をゲセぬ先住民と並んで不老者や元受刑者をかき集めて彼は徴兵を急いだ。彼の軍は伝統的な食事の欠如に加え熱帯の気候にしか備えていなかったので寒さに苦しんだ。補給路が以前より遠くに伸び馬、ロバ、牛と車両が不足し食料と飼料がほとんど底をついた。 西の数は最小限しか用意しなかった。兵士の間にもはや自分たちの死体を埋葬する神父さえいないと分かるにつれて士気は低下していった。先住民は落語者を攻撃した。水源は汚染されており多くの者のが病になった。彼の参謀組織が弱かったゆえにサンターナはこれらの課題があることに気づかず、軍事力の孤児と何件かの虐殺、アラモや、 ゴリアドのようなを行えば、反乱軍が命乞いをするように追い込めるだろうとする自信があった。1836年の3月6日、アラモの戦いで、サンターナ軍は189人のテキサス防衛隊員を殺し、ゴリアドの虐殺でジェームス・ファニンを含む342人以上の法令を処刑した。これは、彼が若かりし時、メキシコ独立戦争で目撃した方法に似ていた。 後に彼はゴリアドの虐殺は部下の責任だとしている。しかしながら、アラモトリでの敗北は、サム・ヒューストン将軍とその軍の時間稼ぎには貢献した。ヒューストンとその軍はゴリアドの恨み、アラモの恨み、と叫びながら、サンターナを1836年4月21日に、サンジャシンとの戦いで破り、4月22日に、 ジェームズ・シルベスター率いるテキサスの小部隊が、隆起兵の一兵卒の服を着て沼地に隠れていた、サンタアナを捕獲した。テキサス共和国大統領とサンタアナは、ベラスコ条約に調印した。メキシコ国民の代表として公式に、テキサス共和国の全面的かつ完全な独立を承認するとし、テキサス内のメキシコ軍を撤退させた。それと引き換えに、 テキサス政府は、サンタアナの生命の保証とベラクルスまでの帰還を保証した。しかし、首都メキシコシティに戻ると新政府は、サンタアナはもはや大統領ではなく、テキサスとの条約は無効であると宣言した。テキサスの捕虜になっている間に、ジョエル・ロバーツ・ポインセット、アメリカ合衆国中メキシコ公使、は、サンタアナ将軍の状況に厳しい評価を下し、と述べ、これに対し、 サンターナは以下のように返答している。アメリカ合衆国での亡命の間に、アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンに1837年に会見した後、サンターナーでメキシコへ帰国することが許可された。漫画でクラボ、漫画でクラーボと呼ぶ彼の農場経営を引退するために、1838年、サンターナはテキサス喪失をあがなうチャンスを得た。 メキシコがフランスからの在留フランス人が被った被害の保証の金融的請求をメキシコが拒否した後、フランスは派兵し、ベラクルスに上陸したカシ戦争。メキシコ政府は彼に軍の指揮権を与え、彼に必要な手段で国民を守るよう命令した。彼はベラクルスでフランス軍と交戦した。メキシコ軍が退却の際、略奪に失敗した後、サンタアナは、 左足と手に砲撃を受けた。彼のくるぶしは粉砕され、足の切断が必要となった。彼は切断された足を軍令を持って埋葬するように命令した。メキシコはフランスの要求に駆ししたにもかかわらず、サンタアナは戦争英雄としてメキシコ政界への復帰に使った。彼は決してメキシコが祖国防衛の際の彼と彼の犠牲を忘れることを許さなかった。 サンタアナはコルクの義足を使用していることで有名である。米国戦争の時に彼の義足はアメリカ軍に奪い去られた。コルクの義足はイリノイ州立軍事博物館スプリングフィールドで展示されている。メキシコ政府は再三にわたりその返還を求めている。サンタアナが作った代わりの義足はメキシコ国立歴史博物館メキシコシティに展示されている。 アナスタシオブスタマンテ政権が混乱に陥った直後にカトリックの支持者はサンタアナに暫定政府を創設することを求めた。国庫が空の国家を受け継ぎ、サンタアナは5度にわたり大統領になった。フランスのとの戦争はメキシコの弱体化し、人々の間に不満が湧いていた。またホセデウレアーに引きられた反乱軍はサンタアナに反対し、 首都に進軍した。軍を指揮し、サンターナは、プエブラで、反乱軍を破った。この時のサンターナの政権は、彼の、初めての政権よりも一層独裁的であった。反、サンターナの新聞は追放され、投獄された。1842年に、彼はを指揮したが、それはメキシコにとって何も得るものなく、アメリカ合衆国は強く、テキサス人に、 アメリカへの編入の潜在的利益を説得していた。サンタアナは1842年の議会選挙をコントロールできなかった。新しい議会は独裁的な指導者に強く反対する心情の人々で構成されていた。財政の立て直しに取り掛かり、サンタアナはテキサスを取り戻そうとしたがこれは抵抗を招いた。メキシコの州の中には 中央政府との関係を止めたものもあった。トリオグランで共和国は独立を宣言した。抵抗は大きくなり、サンタアナは権力の座から引きずり下された。身の危険を感じ、彼は捕獲から免れようとしたが、1845年1月に、彼はベラクルス州の彦近くの先住民の集団によって逮捕された。 彼らはサンターナを当局に引き渡されサンターナは投獄された。彼は命は助けられキューバに亡命した。1846年アメリカ合衆国はメキシコに宣戦線復刻した。サンターナはかつてメキシコシティに自分には大統領になる野心はないが、それまでの軍歴をメキシコに対する外国の侵略と戦うために使いことを絶望していることを書き送った。大統領は サンタアナ帰国をせざるを得ないくらいの危機に瀕していた。この頃、サンタアナは秘密裏にアメリカ海軍の海上封鎖で自分がメキシコへの帰国が許されたら、係争地をアメリカ合衆国に適正な価格で売却するようにすることを約束するなどとアメリカ合衆国の議員らに交渉していた。メキシコに戻ると軍の最高指揮官としてサンタアナはこれら両方の同意を破棄した。 サンターナは自身が大統領であると宣言したが、アメリカ合衆国の侵略との戦いには失敗した。彼の行動をもとにシー・シャンティが作られたと言われる。1851年、サンターナはジャマイカのキングストンに亡命し、2年後にコロンビアのに選んだ。1853年の4月、彼は保守派の反乱軍によって呼び戻された。 彼らと共にサンタアナは政権を再び掌握した。この政権は今まで最悪の政権であった。彼は国債を勝手に発行し、アメリカ合衆国に領土を売却した。そして彼はモストセレネ・ハイネスの称号と共に終身独裁官を名乗った。1854年のによって彼は権力の座から排除された。たびたびの裏切りにもかかわらず、 1855年までに保守派同盟はサンターナを有能だと見てきた。ベニート・フアレスとイグナシオ・コモンフォルトに率いられた自由主義派の集団はサンターナを追放したこの年、彼はキューバに舞い戻った。彼の腐敗ぶりが広く知られるにつれて、彼は反逆罪で欠席裁判かけられた。彼の財産は政府によって押収された。サンターナはキューバ、 アメリカ合衆国とセントトーマス島に亡命した。1869年74歳のサンタアーナはニューヨークのスタテンアイランドで暮らしていた。彼は帰国死首都を奪還するための軍資金の苦面をしていた。ニューヨークにいる時に彼はチューインガムの原料になる最初のチクルの貿易をしていた。この事業は失敗した。彼はチクルをゴムの代わりに タイヤの材料にしようと計画していたのだが、これは成功しなかった。サンタアナがアメリカ合衆国でチクルスがゴムの代用品になるかを実験していた時にトマス・アダムズは彼を支援していた。アダムズは1トンものチクルをサンタアナから購入したが、彼の実験の失敗が証明された。その代わりにアダムズはチュがインガム産業を起こし、それを彼はチクレッツと呼んだ。 サンターナは統計の熱心なファンであった。彼は統計のために世界中からブリーダーを招待し、賞を取ったに十万ドルを費やしてきたと知られる。1874年に彼は恩赦を利用してメキシコに帰国した。白内賞でほとんど視力を失っており、彼はチュルブスコの戦いの記念式典で政府によって無視された。 二年後の1876年6月21日、サンタアナはメキシコシティで死去した。彼の遺体はポンテオンデルテピアック墓地に埋葬された。サンタアナはナポレオン関連品のコレクターであり、が西半球のナポレオンと彼を報じて以来、そのあだ名と結びつけられた。彼の他のあだ名はワシであった。サンタアナは イネス・ガルシアと1825年に結婚し、4人の子供を設けている。グアデルーペ、マーアデル・カルメン、マンウェルとアントニオの4子である。ガルシアの死後1ヶ月後に、50歳のサンターナー15歳のマリア・ドロレスデトスタと結婚した。この夫婦は一緒に暮らすことは稀であった。マリアはメキシコシティの皇帝に居住したが、サンターナは政治や、 軍事上の活動で国を留守にしていたからである。二人には子供はいなかった。電気作家のウィル・フーラーは結婚は主にプラトニックなものであるがトスタは馬爪だったと推測している何人かの女性はサンタアナの婚外子を産んだと主張している。彼の意思でサンタアナはポーラ、マーレールエー、マーシド、ペトラとホーゼイの四子を認知し養育費を出している。 電気作家はさらに3人の子供、ペドロ・ロペスでサンタ・アンナと、エインジェルと、アガスティナ・ロサ・ロペスでサンタ・アンナを確認している。サイテシャンズ、ソーセス・フォーザ・リーディング、エクスターナル・リンクス、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。